漫画帝国昔話。昔々、竹取の翁というじいさまがおった。大層働き者で、サボるな。はい、きびだんご。エストロさん、エストロさん、お越しつけた国。3匹のしもべを連れてエスタローはすぐさま野山を駆け行き、鬼ヶ島へと向かいました。いやいやい、ここから先は鬼とのバトルは一瞬で終わりました。というわけで、いろいろかっさらってきた。さすがはエスタロー、箱の中身はなんじゃろ。ほい、じいさまは箱の中を見てあらびっくり。なぜかそこには色とりどりのメガネ。おしまい。